はいどうもこんにちは、こんばんは。チャプター3が楽しみな人はご紹介、どうもズルフィーです。ということで今回はなんですけど、まあね、この前アップデートがあって、まあね、前のアップデートはナルトのね、アップデートが やっぱメインだったんで、そのね、ナルトがもうほんとデカすぎて、その他のね情報とかが結構あんまり広まってなくて、ちょっと今回はですね、そのナルトのね下にあったその他のね情報が結構すごくて、タイトルにもあると思うんですけど、まあチャプター3についてとか、あとはねワンタイムイベントについてとか、そういうね、まあ前回のアップデートで実は追加されていた情報をこの動画でご紹介していきたいなと思います。ということでやっていきましょう。さあ、ということで早速ね話していきたいと思うんですけど、まずなんですけど、チャプター3はいつも通りねワンタイムイベントの後に来ます。で、ワンタイムイベントは、確定していて、今出ている情報だと、ロビーにね、こんな感じで、カウントダウンのタイマーが表示されたり、プレザントパーク付近にね、こんな感じでタイマーが表示されたりするらしいです。そしてね、そのワンタイムイベントのイベントの名前は、G エンドというね、もういや恐ろしい G エンドだよ。もうこの恐ろしいねワンタイムイベント名でした。で、そのね、G エンドのロード画面も、まあ、いつもワンタイムイベントってね、ロード画面がそのワンタイムイベント限定のロード画面だと思うんですけど、そのね、ワンタイムイベントのロード画面がなんとリークされていて、こちらです。ここにはね、チャプター2のフィナーレと書かれていて、完璧に準備を整えて最終決戦を迎えようとも書いてあるので、もうこのことからね、もうチャプター2フィナーレって書いてあるので、チャプター3がね、来ることは、もうここからね、もう読み解けられると。もうここはもう確定ですと。まあ、ワンタイムイベントね、どんな感じなんだろうね。まあ、多分キューブクイーンとかがまあ大暴れするんじゃないかな、わかんないけど、僕の予想はキューブクイーンが大暴れするのと、あとはなんかサイドウェイズにいるさ、なんかよくわかんないゾンビみたいなやつとかさ、あのでっかいなんかゾンビみたいなやついるじゃん、サイドウェイズの。あいつらもなんかしてきそうだとは思う。あいつらもなんかしてきそう。で、ただね、あの、チャプターが変わるね、ワンタイムイベントなんで、もう相当すごいこと起きますよ。チャプター変わるんですもん、だって。そりゃすごいこと起きなきゃね。だって、そのしょぼいイベントでチャプター変わられたらさ、もう、なんか嫌じゃん。多分、エピックゲームでもそれ分かってるんで、もうすげえことしてきますよ。で、まあね、このワンタイムイベントが終わって、そうすると、チャプター2がね、終了しますと。でですね、今シーズン8だと思うんですけど、そのね、シーズン8が終わるまでに、どんどんね、多分、キューブクイーンによって、まあ、マップがね、どんどんなんか変わってきて、まあ、見てください、こんな感じで、だんだんねオレンジ色になっていくんですよ。で、まあ、最終的には今出てる画像のようにあのなっていくんですよ。これやばくない？これもうどこ見てもオレンジなんですよ。これ多分もうさっきも言ったんですけど、多分キューブクイーンの力によってなんかマップの草がねなんかオレンジ色に侵食されてきてるんだと思うんですけど、まあそんな感じでシーズン8はね、最終的にはマップはこんな感じになりますと。そしてね、ここからは、チャプター3に関するね情報について話していくんですけど、チャプター3では、マップがねまずは完全に変更されます。まあおそらく、まあ、ワンタイムイベントかなんかで、キューブクイーンによってね、まあ全てが破壊されるか、まあキューブクイーンか他の誰かの力によって、まあ、それか他の何か物体によって、まあね、マップがなんかもう全て変わるとか、もうそもそもなんか時代が変わるとかね、なんかチャプター1とチャプター2って多分なんかもう場所、なんか時代がなんか違うと思うんだよ。まあ、そんな感じでなんか変わっていくと思います。そしてね、なんかチャプター3では、セブンのね居場所が明らかになるそうです。もうセブンってなんかあのロボット集団ね、あいつらの、居場所がなんか明らかになるらしくて、まあこれは本当に多分考察とかが好きな人からしたらもうすごいことだよね。この居場所分かることによって考察とかがもうすごいなんか進むと思うんで、まあ、考察好きの人もね結構楽しめるんじゃないかなと僕は思ってますと。そしてね、なんとチャプター3ではスパイダーマンとのコラボが決定します。これもうこれマジです。多分マジなんですよ。これなんでマジかっていうと、これはね大手のリーカーの方が100% 来るって言ってるんですよ。大手のリーカーの方がリークなんで、まあ、ほぼね 100% の確率で来るっていうことで、まあ、間違いはないと思うんで、まあね来ると思っといて全然問題はないと思います。あ、じゃあ分かった、チャプター3じゃあ次のシーズンで、まあ、ナルトじゃねえわ、スパイダーマンが来なかったら僕土下座するんでね、来なかったら僕もう土下座するんで、まあ、分かる、言いました、はい、僕が土下座するんでもう保証します、来ます、はい。そしてね、アンリアルエンジンっていうのが、まあ、フォートナイトには、まあ、フォートナイトはアンリアルエンジンっていうので多分作られてて動いてると思うんですけど、そのね、アンリアルエンジン4っていうのが今のね、フォートナイトで使われてるものなんですよ。なんとそれが、アンリアルエンジン4が、アップデートして、アンリアルエンジンが、5になるんですよ。まあね、これはどういうことかっていうと、まあ、こんなに簡単に言うと、さらにね、フォートナイトの、画質とか動きとかが、まあ、良くなるんですよ。そしてね、このアンリアルエンジンが4から5になることによって、クリエイティブのね、バージョンがアップします。
クリエイティブなバージョンが今は 1.0 なんですけど、それが 2.0 に、ね、なっていくんですよ。でそうなることで、クリエイティブでね、できることが、増えてくるので、本当にこれクリエイティブ勢の人もね、なんか楽しめちゃうと、チャプター3に変わることによって、まあアンリアルエンジンが4から5に変わることによって、本当はね、今年中に来る予定だったんですけど、まあなんかアンリアルエンジン5のバグが多かったので、なんかそれの修正とかに時間がかかっちゃって、まあ今年中にはね来なかったと。なんでアンリアルエンジンが5になることによって、クリエイティブのねバージョンがアップするので、まあおそらくチャプター3でね、アンリアルエンジンがバージョン変わって、まあクリエイティブもね 2.0 が来ると思います。そしてね、なんと、チャプター3では、スライディングが、追加されるらしくて、確かエーペックスにスライディングあったよね。僕多分30秒ぐらいしかやったことないからちょっとわかんないんだけど、確かあるよね、なんかスライディング。まあそんな感じで、ちょっとね、まあ画像じゃちょっとイメージしにくいと思うんですけど、この画像を見てください。こんな感じでね、真ん中にいるスキンがあのスライディングみたいなことをしてると思うんですけど、これがスライディングです。この真ん中にいるキャラがちょっとしゃがんでると思うんですけど、これがスライディングらしいです。こんな感じでね、スライディングするってことで、これ追加されることによってさ、あのだいぶゲーム性変わるよ。だから今本当に上位にいる人もこれとかがちょっと難しくて落ちる可能性とかもあるからね。だってスライディングってだいぶ新しい要素だよこれね。スライディングが追加される重要性、ちょっと皆さん考えてみてくださいこれね。もうやばい変わりようですからね。チャプター1からチャプター2になった時はその操作性は変わらなかったんですよ、あんまり。なのでチャプター3に変わることによって新しい操作をね、あの追加するんですよ。まあこれ結構ね、いやどう転ぶか分かんないよ。ワンチャン大炎上あるし、まあ、成功するっていうね、本当にいい機能になるっていう、まあ、可能性も全然あるんですけど、いやこれはちょっと楽しみですね、いろいろと。で今ね、見てもらった画像なんですけど、なんと、後ろにね、まあ、いろいろと街とかがあるんですけど、これはなんと、チャプター3のね、新しい街らしいです。で、まあ、街の名前とかはね、まあ、分かってないんですけど、僕はね、なんかパッと見ちょっとティルテッド感あんの分かる。なんかウェスタンなティルテッド感があって、僕はね、この街好き。で、なんかこの街僕的には、なんかすごい激戦区になりそうな予感がする。まあ、個人的な意見だしね。まだちょっとこのロード画面を見ただけなんで、まあ、何とも言えないっちゃ言えないんですけど、まあ、僕はね、パッと見そう思いましたと。まあ、そんな感じでね、チャプター3に関する情報とか、ワンタイムイベントに関するね、情報が出てると思うんですけど、とりあえずね、確定してることを言うと、ワンタイムイベントはもう 100% 来ます。これは言います。はい。ワンタイムイベントは 100% 来ます。で、チャプター3も、まあ、これも 100% 来ると思います。まあ、ロード画面とかがもうリーク出ちゃって、もうチャプター2のファイナルとかって書いてあったじゃないですか。もうこれは 100% 来ますと。これで来なかった時も、何なのと、何だったの今までのリークってなると思うんで、まあね、あのチャプター3と、ワンタイムイベントはね、来ると思うので、皆さんね、そちら楽しみにしておいてください。ということで、今回はね、動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。皆さんね、チャプター3に変わる、まあ、ライブ配信とか、ワンタイムイベントの、ね、ライブ配信とか動画とか、ね、出すと思うんで、皆さんね、こういう動画面白かったり、ワンタイムイベント楽しみな人はチャンネル登録、高評価、そしてね、通知をオンにしておいてください。ということで、今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。じゃあ、バイバイ。